はい、サワディークラブ、今回はですね、10年前のゴーゴーバーってどんな感じでしたかというね、テーマでお伝えしたいと思います。10年前のゴーゴーバーってどんな感じでしたかっていうことなんですけども、そうですね、店内の、状況などをね、こちらの動画でお伝えするっていうのは難しいと思いますので、今ね、思いついたところで、女性がですね、身につけていたりするものについて少し、お話しさせていただければと思います。今からですね、ちょうど10年ぐらいか、もう少しね、前はですね、言われてみるとね、当たり前じゃんっていう話かもしれないんですけども、女性の方はですね、大体このいわゆるガラケーのようなね、携帯電話を、持っていたと思います。もしくはですね、あまり携帯電話すらもですね、持っていない、方が、そこそこいたのかなといった、印象もあります。携帯電話は持っていたかもしれないんですけども、今のようにですね、最新の iPhone ですとか、そういったものは今思い出すとですね、なかったかなと思います。もちろんですね、今の最新の iPhone ですので、その10年前なんかもはもちろんないんですけども、やはり持ち物って言うんでしょうかね、そういった、iPhone とか、スマホっていうのがなかったような気がします。改めてですね、10年前のゴーゴーバーってどんな感じだったのかなっていうことでね、もし聞かれたとしても、なかなかそう鮮明に思い出すっていうことはなかなか、難しいというかできないのか、そんな感じもするんですけどね。今でしたら、お店によったり、その女性によってはですね、本当に最新の iPhone をですね、1台どころか2台3台保有されている方ももしかしたらいるんじゃないかなっていうね、印象を向けたりしますし、少なくてもね、1台ぐらいでしたらね、本当になんかかっこいいね、なんかこうスマホとかを持っている、人も多いんじゃないかなと思います。ですので、そんな状況下においてはですね、よく今 LINE ですとかね、そういったのが当たり前のようにされているようなんですけども、当然ですね、そこで働いていらっしゃるね、女性とかのそういうコミュニケーションっていうのもね、そういった SNS が出てくることによって、また変化がね、出てきているんじゃないかなと思います。はい、今回はですね、10年前のゴーゴーバーってどんな感じでしたかっていうことに絡んで、スマホ携帯編についてね、簡単ではありますが、お伝えさせていただきました。ちなみにこれはですね、今飲んでいるのは、普通のコーヒーです。今回も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。